フェミーネムは2004年にクロアチアで結成された音楽グループである。ユーロビジョンソングコンテストの2005年大会にボスニアヘルツェゴビナ代表として、また2011年大会ではクロアチア代表として参加した。2004年、クロアチアのノバ TV による音楽アイドルオーディション番組フルバツキイドルに参加した3人、タメラ・ラムク、ネダ・パルマチ、 イバナ・マリッチの3人によって結成され、シングル、ボリムテ、マルズムテをリリースした。2005年、ウクライナのキエフで開かれた、ユーロビジョンソングコンテスト2005に、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表として参加し、国際的な知名度を拡大した。参加曲は、アンドレーバ・ビッチが作詞、作曲を手掛けた、コールメであり、決勝で14位となった。同じ年に、アルバム、 フェメネム賞をリリースした。ユーロビジョンソングコンテストのクロアチア代表を選ぶ国内大会ドラに2007年はネビカで2009年はパループシーユーボジで挑んだがそれぞれ4位と3位に終わりクロアチア代表の座を射止めることはできなかった。2010年にもユーロビジョンのクロアチア国内選考に参加してラコジュスベを歌い視聴者投票。 審査員投票ともに1位となり、同国の代表に選ばれた。しかし本大会では準決勝13位に終わった。2007年に結成メンバーの一人、イバナ・マリッチが離脱したため、オーディションによって新しいメンバーを選出し、ニコル・ブラトが新たに加わった。2009年にニコル・ブラト離脱に伴い新たに、ニカ・アントロスがメンバーとなったが、2012年に、 アントロスがモスクワへの移住を決めたとき、グループは解散することとなった。ありがとうございます。